丈夫かな。天気ショック。あ、大丈夫じゃなかった。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、新たな任務へ、銀河団本部の団長室で次の任務の話を聞く。聞いてなかったんやっけ、次の任務って。まあ、聞いとったとしたら全然覚えてないけど。誰君。一体どこに、なんか困ってそうな顔しとった。え、近くね。グレンの湿地でも大活躍と噂の調査隊員だね。探したよ。妹のミオは警備隊だけど、湿地へ仕事に行ったきり帰ってこない。君は湿地でひなつって人を見つけたってね。そんな人おった？ちょっと人の名前がね、全くもって覚えれてないよね。ひなつって人を見、あ、間違えた。だったらミオも探せるんじゃないか？何？前になんかサブクエかなんかであった？そんなの。匂いはある？手がかりは？ポケモンの力で探すのかい？ならミオ愛用の手拭いはどうだろう？あ、そういうことね。なるほど。まあ、そうよね。自分じゃないわな。ガチグマは匂いを覚えた。頼んだよ。湿地で行方シリーズのミオを見つけてくれ。サブ任務38。迷子の警備隊湿地へ。絶対38個もクリアしてないよね。まあ、しょうがない。あれ？メインクエは上か。ちょ、そっちの話も聞いといて、同時に進行できるかな。前回の任務が終わった後に話聞かんかったっけ？え、セーブしてないとかじゃないよね。聞いてなかったんかな。どうも。グレンの湿地でのポケモン調査ご苦労である。アイナには次なるエリア、群青の海岸に赴いてもらう。ほう、群青。最初に言っておく。群青の海岸にキングはおらぬ。あ、マジで？アイナさん、説明するね。でも何かしらボス的なものはおるんやろ。またあの三人娘とか出てくるんかな。キングだけど数年前にはいたの。ただ不慮の事故で命を落として。え？不慮の事故なんかで死んでしまうんか。そのキングがいた場所で怪しい影を見かけるとも、報告が入ってきたな。幽霊？さらには、皮膚島で材料を集めていた警備隊と製造隊の隊員が、幽霊に襲われたのも報告している。ゴーストかゴーストとかそういう系？私としてもキング場を荒らされるのは許せないの。まあ、でもそうやとしたらもともと幽霊よね。でも、群青の海岸にいるキャプテンは訳ありで。何？もうわかるな。お前に調査を命じる。端折るなよ、説明を。メイン任務、キングのいない島。私は群青の海岸で待ってるね。あそこの景色好きだから。景色が好きだから一緒に来るの？なんかすごい軽い感じで来るね。アイナさんにはおかしなことを頼んじゃって申し訳ないよ。いいよいいよ別に。アイナは仕事のできる団員。任せておけば良いのです。そうだね。森キングを沈めたアイナさんの強さ優しさ。私は知っているもの。そうだね。早くない？なんか変わり身が。なになに？次なる調査対象のエリアは群青の海岸。グレンの湿地よりも遥かに遠く、陸路での遠征となる。うん。遠いの？まあ、でもあれか。ベースキャンプまでは、シュンって行ける原因か。君のランクであれば群青の海岸も調査可能。命令する。皮膚島を調査せよ。皮膚島？群青っていう県や、私勝手にさ、海やと、群青の海岸やん。え？避難すか？マジで？やだな、まったく。なんかあっこにもマークついとるけど。なんかとりあえず受けるだけ受けてさ、めちゃくちゃ溜まりまくっとんよね。全然アイテムとか集まらんし。お客さん、いいとこに来た。タオファさんがまた新商品を下ろしてくれないんだ。もういい加減自分でやれよ。僕が何言っても効果なくてさ、また君に仲介してもらいたいんだ。何？バリバリも3つほど手土産にすれば大丈夫。頼まれてよ。何それ、また聞いたことないもの。それにしても、いつになったら認めてくれるんだか。サブ任務43。また新商品を仕入れたい。43、めちゃくちゃ飛んだね。え、さっき30なんぼとかやなかった？バリバリも。何あれ、よくわからんけど。なんか根っこっぽいものがついてるね。あ、そういえばさ、私
ムクバードがね、ほら、進化できるようになったよ。X ボタン。おや、ムクバードの様子が。ムクバードね、レベル上げにめちゃくちゃ貢献してくれるんよね。超使いやすいんやけど。あれやっけ、ムクホークかなんかやった名前。おめでとう、ムクバードはムクホークに進化した。ホーク、ホーク。すげえ、リーゼント。ムクホークは新しい技をひらめいた。何？ちょっと何の技かくらい言っていただきたいんやけど。技。強さを見る。どれ？エアスラッシュが増えたってこと？え？ 3 つしか技なかったっけ？なんかいまいち把握できてないんやけど。エアスラッシュ？なかったような、あったような、わからん。でもそんな名前ではなかったような気はする。うん。それじゃあ、旅立ちますか。ん？これなんか、出てすぐぐらいになんかありそうな感じじゃない？距離的に。あ、絶対そうやん。何が起きるん？お？ここで？アイノさんではないかね。まあ村ならあっても不思議はないか。ん？誰？次はどこのポケモンを調査するというのかね。キクイ？キクイって名前なんか聞いたことある気がするな。気のせいかな。群青の海岸。群青の海岸ですか。ガラナさんも大変だからね。キャプテンなのに世話するキングがいないからね。真珠団でもガラナさんの火薬場を叩くやつがいるからね。ねえ、が口癖。おっと、アイナさんには関係ない話をしたね。失敬失敬。代わりにいいことを教えるからね。あ、やっぱそうやね。何さんなんかちょっとおじさんっぽい感じの。ポケモンの中には石の影響を受けやすい種類もいるからね。例えばバサキリ。ポケモンによっては、ん？ポケモンによっては石で進化するからね。何が言いたいかというとね、アイノさんが調査隊としてポケモンのことを調べるなら、翡翠地方で見つかる石も重要になるということだからね。何しろ神王様が宇宙を作った時の力が込められた石があるとの言い伝えもあるからね。今の話はとても重要。え、ね、この子出てきたことあったっけ？名前は聞いたことある気がするんやけど、見た、こんな子った？でもなんかめっちゃね、前からの知り合いって感じで話しよるけど。それを忘れないように俺が見つけた、そこそこ重要な石とかあげますかね。そこそこ重要な石、何その微妙な。ああいうのは頑張りの石を2個手に入れた。ポケモンの頑張レベルを上げる不思議な石。待って、頑張レベルって何？え？頑張レベルが6から8のポケモンに使える。え、待って、頑張レベルって何？え、ここまでやってきたけど、頑張レベルとか知らんねえけど、普通のレベルじゃなくて？アイナは頑張りの砂利を3個手に入れた。ちなみに進化の石が欲しいなら、一応紹介で買えることもあるからね。へえ、そうなんや、マジで。持ちきれない頑張りの石は2個道具箱に送られた。ふんふん。で、やっぱり出てすぐもあるんか。お、ポケモン大量発生の報告があったらしいぞ。気をつけてな。何のポケモンなんやろう。これな。なんかポケモンのマーク出たんやけど、これ何？何そんなマーク出たん？ちょっと待って、とりあえずさ、出てすぐのところ、マークついとったよね。とりあえず原野ベースに出てきてみたけど、ん？これは、あれやね。また前と同じく出入り口のところに、イベントマークついとるね。へぇー。じゃあ、ちょい、違う違う。待って、違うってことやね。これか。群青の海岸。え？今私はどこにいるの？これ？私。あ、原野ベースこれやね、今。ね、その群青の海岸ってどれなん？なくね？え？落とし物とかじゃなくて、高台ベース。これ私なんでピンつけたの？あ、サブ系のやつか。待って、巨木の戦場。マジでどこなんだ？ 915。 え、めっちゃ遠いやん。めっちゃ遠いやん。キングのいない島。え、これ今。え、ここ？目的。わからん。
待って、目的地がマップで見てよくわかる。でもピンのところって多分あのサブクエのあの466って今なっとるところやろ。で多分メインクエはこの800何ぼってなっとるところやと思うんやけど、え、それはさ回収しとく。このエリアに散らわっている灯火の数は残り16個。え、それはさ、あのマップで見たらどこなん？絶対行けんやん、これ。遠いね。ってことは、高台ベースに行った方がいいってことか。はい、高台ベース。あ、475。一気に近くなった。行くぜー。いや、それでも十分遠いけど。めっちゃ遠いけど。え、でも多分これより近くなかったよね。ワープできるとこ。うわー、なんか誰かに見つかった。誰？石つぶてとかかな？ズバットかもしれん。レベル上げ中にさ、その辺で、目の赤いポケモン、目の赤いちょっと大きめのポケモン見かけたらめちゃくちゃビビるんやけど。わかる？めっちゃビビるんよね。動画中でもビビっとるけど。あー、あれ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 。もうまずさ、目が赤く光っとるってことが不気味なんよね。まあそこから。やだわ。え、でさ、なんか誰か、ミオさんやったっけ？誰か見つけんといかんのじゃなかった？あ、それは、おいおいって感じかな。え？なんか心地、え？違うやん！これ、出入り口のやつやん。私、これ目指してやってきた、今。いやーもう、全然違う。え？でもさ、このマークって、え？違うか。サブクエもあのマーク出るか？何？どこに行けばいいの？私。でもこのマークやんね。ん？出口。待って。え、違うやろ？調査報告。調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。あ、ムクフォークのやつね。あ、ムクバード完成したよ。やったね。これからどうするんですか？村に戻る？いや、マジさ、群青の海岸どこよ。群青の海岸で貝の話を聞く。群青の海岸。この辺とかじゃないよね。あ、ピンつけてしまった。違う違う違う。野外訓練場。え？目的地はどこですか？あ、ここか？あ、ここやん。あ、なるほどね。さっきここに行ってしまったけん、全体がもう全然違うとこやったってことか。砂浜ベースに移動します。はぁ、あ、未だに操作方法がグダグダすぎる。おー、なんかめっちゃいい景色。でも海よりも空に目が行く。ね。海より断然空が綺麗なんやけど。群青の海岸。なんかおる？違うんかな？なんか落ちとっただけかな？群青の海岸です。ご覧の通り広がる海と空。水タイプのポケモン、飛行タイプのポケモン。どんなポケモンが待っているでしょうか？ポケモン調査も楽しみですが、気をつけて任務に当たってください。何か質問ありますか？キャプテンについて。なんか訳ありとか言ったよね。どういう方でしょうか。群青の海岸には、真珠団のガラナさん、混合団のススキさんと二人のキャプテンがいるのです。ほう。え、それだけ？え、待って。詳しい説明はないん。そんな淡々と事実を述べられただけ。なるほど。何を見てんすか？ニャルマーってポケモン、怖がりな気象ですぐ逃げるだろ。ええー、そうなんや。こういう時役立つのは、目隠し玉やひそやかスプレーさ。ポケモンに気づかれにくくなるぜ。目隠し玉、ひそやかスプレー、全然聞いたことない道具名なんやけど。今そんな名前なんや。なんか、でも昔もさ、なんか、ポケモンに気づかれんみたいな動画なかった？そんな名前じゃなかった気がするけど。どうも、来たよ。
何何何、なんか呼んでるの？ただ演奏しよるだけ？何？何？何やってんの？笛はいい。音色はどこまでも届きそうで。うん。今の私、あなたと心から戦える。何？どういうこと？どうして？私は私の弱さを知らねばならないの。お頼みします。まあまあ、うん。そこでさらにどうしてはちょっと。時空の裂け目。その先に広がる空間を知る人よ。参ります。リラックスするための笛、さっきの。何？相手は誰を、何を出して、EV か。EV とあれ、あとのは何？あ、グレイシア。え？ 2 匹一遍に？マジで？こっちは2匹一遍に出せないの？火炎車。草タイプ？なんか炎効果抜群になっとったけど、今。マークが。え、でも文字でさ、効果抜群って出てきてなかったことない？え、出とったんかな？あ、さ、昔ですら、ブイズの進化系ってめちゃくちゃ、ブイズの進化系、ブイズってめちゃくちゃ多かったのにさ、今なんかさらに増えとるやん。もう全く把握できてないよね。全然把握できてない。多分ね、あー、あまねえ、入れ替えようと思ったのに。待って待って。ね。ああ、別に特に誰もって感じやね。じゃあ、ムックホークで行こう。進化したばかりの。あのね、多分ね、私ね、ブラッキーと AP ぐらいまでしか把握できてない気がするんよね。超昔。エアスラッシュ。ああ、これかな？新しく増えたの。めっちゃ強えやん。今レベル差もあるけど、めちゃくちゃレベル差あるけど、レベル15とかで挑んでくんなよ。おい、どう？納得できた？すっきりした。世界は広く、私は小さいな。ありがとう。あなたのポケモンを元気にするね。ありがとう。ちゃんと回復もしてくれるんやね。まあ、じゃないと。うん、あなたなら本音を話そうだよ。電木さんとはダンの幼同士、弱みを見せたくないし。あー、そういうのなんか大変そうやね。どうして私があれこれ背負ってしまってるのかな。あのね、海岸にいるキャプテンはガラナちゃんと言います。あ、女の子なんや。ただ世話をするキングもいないし、キングの後継も育っていないし、キャプテンにふさわしくないと異を唱える者もいるんだよ。でもそれ言ったら誰がついてもキャプテンにふさわしくないんやねん。だって、キング自体がおらんのやろ。誰がついたってキングが出てくることないやん。でも誰が何と言おうと、私にはとても大事な人。新時代の長の座をめぐって、いろいろ競い、教えてもらったし。それで頼みというのは、彼女が連れているキングの後継を鍛えてほしいの。ほう。あなたの強さであれば、キングの後継も独り立ちできるし、そうすれば異を唱える者も、彼女をキャプテンとして認めるよね。キングって育ててなるもんなんやね。荒ぶる馬先を元に戻し、真珠団を助けてくれた。あなたなら大丈夫だと信じているよ。めっちゃプレッシャー。ガラナちゃんならここを下って、左手の坂を登った先にいるはず。超岬？違う読み方かな。玉ゼンマイ、ちげえな。闇カラスって私持ってないよね。待って。いけい。全然ちげえわ。全くもってちげえわ。あ、待って。いけー、レントラー。なんかすげえ遠くにやってしまったけど。違うんよ。木の実取って欲しかったわけじゃないんだ、私。しかも持ちきれんし。レントラー思ったよりでかかった。闇カラスに比べて。よし、行くぜ。大丈夫かな。電気ショック。あ、大丈夫じゃなかった。全然めっちゃやっつけたわ。
へぇ、あ、ニャルマーじゃない？そーっと近寄らんといかんよね、きっと。何のポケモンで行けばいいんかな。あ、これそのまま捕まえれたりする？そーっと。めっちゃ可愛い、お尻がプリチーよ。全然気づかんね。いけ！あ、待って、闇カラスがこっちに気づいた。やったー！ニャルマーゲット！イエーイ！待って。待てっておい。とりあえずレントラー出して、電気技以外で行く。あ、さっきのよりもレベル高くない？電光石火ぐらいでいい？紙一重ぐらい行った方がいいかな。あ、いや、これぐらいでいっか。これぐらいで削っていこう。向こうの技弱いよ。大丈夫。おしゃ、いけるんじゃねえ、これ。回復すんなよ、おい。でも回復技持っとんやね、よき。違う。モンスターボールを。さあ、どや。お願い。びっくりした、出てきたかと思った。しばらく揺れるかと思ったけん。絶対出てきたと思った。フワライドはどこんでも出てくるな。高いところを飛ぶポケモンにモンスターボールは届かない。でもフェザーボールなら。あ、ありがとう。アイナはフェザーボールを3個手に入れた。闇カラス捕まえる前にくれたらよかったのに。遠くまで届くフェザーボールなら空のポケモン捕まえられるでしょ？そんなに上の方飛び寄るポケモンもおるってこと？フィールド上で。いや、道具箱に送られちゃったわ。全然持ってねえわ。あれ、玉ざらしじゃない？え、かわいい。あとモンスターボール1個なんやけど、捕まえたいな。捕めーってなんだ。これは。いけるかな？かわいい。めっちゃかわいい。ね、超正面向いとるけど。いけます？どう？ダメだった。ダメだった。まあ、また新しく、もう、うわ。目の赤いポケモン。逃げよう。あ、また、モンスターボールを持ってやってこよう。あ、ほんとや、めっちゃ高いとこ飛び降りや、あのポケモン。なんかすごい動きがカクカクして見えるけど。待って、ゴーリキーとかおるんですけど。なんか海岸に似つかわしくないな。いや、でもあれか、現実世界でも海岸とか、どう？筋肉ムキムキの人って考えたら、似つかわしいんか？この辺は？ピーピー草。違うね、全然。え、待って、どうやって行くんこれ。坂を登ったとこって言ったよね。坂どこ？なんかそういう回り道せんといかん系、やめていただきたいな。やめていただきたいな。私多分違うとこ、もうちょっとさ、うちね、ワンリキーかわいい、ちっちゃ、あんな感じ？めっちゃちっこいやん。超かわいいんですが。誰かと思った。ムックルか。あ、この辺、ここや。くっそ。あ、ほらほらほら。あんなところ飛び寄る。あれ何？ムクホークかな？なんかぽいよね。おぉ。羽の生えたポケモンがいっぱいいますな。なんか誰かにめっちゃ狙われとんやけど、誰？怖いわー。これはさっきとはまた違うポケモンやね。さっきのが蝶でこっちはガーか？ちょっとあの、ポケモンの名前がわからんねんけど。どこだ。ちょっと誤って落ちてしまわんように。気をつけんとね。こういう時にさ、ゼルダやったら、ねえ、壁を登れるというのに。お、ロコン！ロコンって捕まえとったっけ？捕まえてなかったんかな？ほ、あれって、あれよね。ネッタ？ニャルマーの進化系のやつよね。どうしてあんなでっぷりしてしまったんだ。どういうことなんだ。そういう進化なんやね。お！なんか周り2匹おるよ。
え、何このポケモン。